西予市和町から茶摘みの話題が届きました。撮影は宇和島市の酒井信親さんです。県内有数の茶どころ西予市和町のお茶の名峰園で先月24日茶摘みが行われました。およそ2ヘクタールの茶畑では狭山香りややぶきたを栽培。この日摘まれたのは狭山香りで、今年は先月中旬の雨と高温で一気に生育が進み、この10年で最も早い茶摘みとなりました。摘んだ茶葉は名峰園で加工された後、地元のスーパーや道の駅で販売されます。